はい、どうもまみです。今大学が学祭期間で3日間ぐらいとか休みで、その前のなんか準備の日とか創立記念日とか、 なんか土日とか挟んだら毎年なんか1週間、まあ、全休の人とか含めたらなんか去年なんか10日間ぐらい休みがあってんな。1週間休みができるんですよ、1週間ぐらいで、まあ、多分ほんまやったら、まあ、サークルとか入ったら学祭に行くはずなんですけど、私はサークルに入ってないんで、まあ、去年からなんですけど、去年からなんか海外に旅行し始めたんですね。はい、このようにストーリーの動画も上げながら私の旅の様子をお伝えしていきたいと思います。また手元に置いてなんか作業しながらでも見てください。すごいもうゆるゆるのゆる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 すぎる動画です。そう、これ朝にトゥクトゥクから外見たら女の子が子犬さってめっちゃ可愛いと思ったら、向こう側にいる男の子も手振ってくれて、もうダブルで可愛いって。私窓開いてなかったら乗り物酔いするんですよ。だからめっちゃトゥクトゥク好き。今回はここが訪れてみたくて私はカンボジアに来たんですけど、アウシュビッツ強制所ってあるじゃないですか、ポーランドの。それみたいな感じでカンボジアでもこうやって大虐殺が行われていたんですけど、やっぱテレビとか写真とかでこういう場所を見るのよりも、実際にこうやって足を運んだらその場の空気感っていうのがもうすっごい伝わってくるんですね。でカンボジアの人って国民性がすごい陽気な、すごい親日でめちゃめちゃ温かいんですよ。だからその方たちが昔こうなってたって思ったらもうすっごい胸が痛くなりました。こうやって実物の骸骨とか見るのってほんまにない機会ですよね。ここでは6ドルで日本語の音声ガイドもついて聞くことができるので、もしカンボジアを訪れた方は2時間あれば回れるので、よろしければ来てみてください。めっちゃ汗かいてて、めっちゃ暑い。じゃあバイバイ。キリングフィールド行った後に観光してたら、もうすぐ YouTube 始めるんですっていう日本人の方々にお会いして、まさかのカンボジアで1万円の大食い企画するっていう謎な展開にこんなことあるって感じじゃない。カンボジアがこんなに発展しててライトアップがめっちゃ綺麗な街って思わなかったんで、正直めちゃめちゃ驚いた。で夜行バスに乗ってアンコールワットのある都市に向かいました。みんなアンコールワットは知ってる？世界遺産の。私世界史選択やったんで教科書とかで見たところ出てきたら、うわほんまに実在してるんや、すごーって。夜行バスで1時間しか寝てないからね。じゃあもう川崎さん、アンコールワットはめっちゃでかいんで1週間パスとかあるんですけど、私はもう半日ぐらいで有名なところだけ見て帰りましたね。この宿は日本の方がオーナーをしていて500円ぐらいやったかな。夜は有名なパブストリートっていう繁華街に行ったんですけど、やっぱ自分の性格上こういうところ一人でなんかちょっと楽しまれへんっていうのがあって、友達と来たら絶対楽しいやろなと思うし、こういうとこさ一人で楽しめるっていう人おる？おる？で朝を迎えて、今日はカンボジアの最終日なんですけど、もうこの時ね私はもうカンボジアいい人たちめっちゃ多いし、もうカンボジアめっちゃ好きってなったから、もうすごいエモーショナルな気分になってましたうっざ、めっちゃうざい。でこんな感じでカンボジアとおさらばをしましたね。いやほんまにまた行きたい。で最後にタイにちょっと寄りたかったんでタイに寄ります。これすごくない？時間表示してくれるの。なんか日本もこういうのあったらさ、自分が車とか運転してる時にさ分かりやすくない？でナイトマーケット行って翌朝、ここめっちゃ綺麗やし日本語喋れるタイ人のおばちゃんおってめっちゃ仲良くなった。めっちゃ楽しかった。タイってさほんまに日本と似てるというか、私はちょっと汚い日本バージョンと思ってて、めっちゃ失礼なこと言ってるんですけど、もうすっごい発展してるよね。さっきから発展してるって何様みたいな感じで喋ってるんですけど、
そう、あのタイ行った人には絶対食べてほしいねんけど、このお菓子めっちゃ美味しくて、韓国海苔みたいな、あの海苔にちょっとごま油とかそういうの足して食べるパリパリの海苔で、はい、翌朝観光地はバスで行くとめっちゃ安いです。で、私タイに来たらもう絶対食べたんねんと思ったのがこのカオマンガイっていうチキンライスなんですけど、これはまあチキンが乗ってるでしょ、でその下のライスも鶏だしで炒めてて、で鶏ガラスープついてきて、めっちゃ美味しそう。お願いします。いやもうほんまに暑くて、タイとカンボジアはもうずっと30度ぐらいかな、冬とかがないから。ごちそうさまでした。全部食べたけど、こっちがめっちゃ辛い、炎が出れそうな。満パン入ったように、こんな美味しい、ほぼ氷じゃない。で帰りバスでまた帰るんですけど、タイのバスってまず時刻表ないんですよ。だから自分の帰る番号をひたすら探すっていう、だから道路見て何番来てるか見て乗っていくっていうスタイルなんですよね。こう思うと日本ってほんまに優しい国やなと思いますね。で職員さんが回ってくるんで、その時にお金払って切符をもらうっていう形ですね。で、カオサン通りの近くに私はホテルを取ってるんで、ここでプラプラして帰ろうかなって感じですね。タイのマッサージもまためっちゃ安くて、1時間で全身マッサージ1000円ぐらいかな、めっちゃ安い。でこれが私のめっちゃ好きなロッティっていうお菓子なんですけど、クレープのパリパリのめちゃめちゃ甘いバージョンみたいな、めっちゃ美味しい、甘い人に、甘党好きの方にはおすすめ。こういうところさ、めっちゃノリのいい友達と行ったら楽しいんだよな。めっちゃでかい、顔と一緒ぐらいある、でかい。タイのフルーツミックスはなんかもう果汁 100% かなっていうぐらいフルーツいっぱい入れてくれてて、なんかいっぱい取れるんかな、フルーツが。だからもうタイで飲むフルーツスムージーはめちゃめちゃ美味しい。カンボジア行ったけど、カンボジアはなんかミルクと混ぜてて、ミルクとフルーツを混ぜて、ちょっとミルク感があったからあんまりやったけど、タイで飲むのはめっちゃ美味しい。しかも量めっちゃ多いし、もうぜひ飲んでほしい。今回はカンボジアとタイに行ってきて、タイは去年も行って、まあ、2回目なんですけど、大学生の夏休みってまあ8月9月とかじゃないですか。なんかその期間から外れてるから、空港券とかもめっちゃ安いし、航空券ね、航空券、みんなの世間の長期休暇から外れてるから、めっちゃフライトも安く取れて、これは絶好のチャンスっていう、もうまさにその時期なんですよ。かといってそんなに私あの貯金とかも上手じゃないんで、そんなめちゃめちゃお金もないから、まあ、東南アジアに出かけてるんですけど、まあ、こんな前置きがいるかどうかわからないんですけど、まあ、東南アジアは何がいいかっていうと、なんか物価がめっちゃ安いんですよ。日本の物価の3分の1って言われてるぐらいなんで、もうめちゃめちゃ安いんですよ。まあ、とりあえずその東南アジアにかけてます。